こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今日はですね、私ハテナブログを始めました。まあ、そのことについてちょっとご説明したいと思います。ハテナブログってね、ちょっと私まだ始めたばっかりなんですけどね、ちょっとこれパソコンに画面入ってますけどね、こういう感じで。パソコンというよりね、これスマホで簡単にできるんですよね。これ今日流したやつですね。こうサングラスの、まあ、日差し、まあ今暑いですからね、結構ね。こういう感じ、ちょっと大きくしますね。これパールネックのテイルの、まあ、方法をちょっとこう簡単にブログで。そしてこれサングラス。そしてこれ昨日で、あ、これも今日ですね。これ防水時計ですね。リューズ、ロックリューズの、水洗いできますか、これね。それとこれメガネの、ダーウィンメガネのね、こういう感じで、これテラヘルツの、私も知ってるんですけどね、まあこれもニューヨーカーというね、マルマンのメガネの、まあこういうブログ一応始めました。まあ意外と簡単なんですよね、やってみると。私もどっちかというとこういうパソコン落ちで、これ簡単にね、これでアプリでね、撮れるんですよ、こういうふうに。これアプリ撮って、ハテナブログのアプリして、あと、これ投稿すればいいんですよね。これ、全部パソコンで写真撮って、あ、パソコンじゃなくて、スマホで写真撮ってですね、もうこういう感じで、まあ、一日、まあ、流せるだけ流そうかなと思ってるんですけど、非常に、あれですよね、相性がいいっていうかね、その、Google と、そういう関係もあるんで、ぜひ、始めたばっかりですけど、ちょっと頑張ってやってみたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。